皆さんこんにちは、ミケのエンタです。今日からシックスボールパズルの毎日投稿を1週間限定でねやっていこうと思います。高評価が多かった場合は期間をね延長しようと思うので、面白いと思った方はぜひ高評価よろしくお願いいたします。ということでピラミッド完成。相手も紫ピラミッドが間に合っているので一旦崩そうか。これちょっとね高さが危ないので一旦崩します。崩してから赤と緑が消えて黄色のピラミッド早いんじゃない。これは黄色のピラミッド早そうですが黄色が全く来ない。 OK、 相手は赤がまだできてないのでこれ一気に決めたいな。勝負ストレートできるね。いやー相手もラッキーストレートからのラッキーストレートだよ。ストレート勝負が始まってしまった。ストレート勝負、どちらがストレート力が高いか勝負していきましょう。緑ストレートと紫ストレートを狙っていきます。緑ストレート完成。相手は緑のヘキサゴン。ここに来てヘキサゴンを決めていく。しかしこちらはしっかりとストレート勝負ね。一度決めたら負けません。ミケのエンタ1週間走り抜きます。頑張ります。ぜひ応援よろしくお願いいたします。さあ青か黄色か。青かな。これはさすがに青のピラミッドで大丈夫だと思う。相手の盤面真ん中に穴が開いてる。真ん中に逆ピラミッドができてますね。逆ピラミッド空白ができておりますが、ここはしっかりと技で埋めていきましょう。緑ヘキサゴン完成です。さあボールが崩れて、いつの間にかねストレートを決めるのをやめていたんですが、まあ、ピラミッドでねとどめを刺していきましょう。さあどうかな。これはさすがに耐えられないと思うんですが、相手の盤面はしっかり埋め尽くされましたと。それでは1日目頑張っていきましょう。はい、それではやっていきましょう。僕は左側です。緑のピラミッドと黄色のヘキサゴン狙っておりますが、ヘキサゴン完成。相手の方がちょっと早かったね。ちょっと早かったので次のボールが見えます。黄色が多いかな。黄色が多いっぽいのでストレートで一気に圧をかけていきましょうか。ストレート完成。しかし相手はピラミッド。これちょっとストレートが2個できた。これは有利かもしれない。さあここからボールが落ちてきて、相手残り3段ね。相手は残り3段で青が多そうだね。相手のボール見たところ青が多そうなんですが、紫がうまく使えず技はできずと。いやー厳しい。これはちょっと厳しいけど青のヘキサゴン早い。これはよいしょ。しっかりと挙動理解ね。挙動理解でヘキサゴン完成。相手にはヘキサゴン、こちらにもヘキサゴン、まあ大体5部かな。今のところ5部5部ですが、ちょっとまずいかな。青の方が速そうなんで、青のピラミッドを狙っていきましょう。青ピラミッド完成。相手はあまり崩れてないぞ。これはチャンスか？いや、そこまでチャンスでもない。黄色か？あーっと、これ赤かな。赤のヘキサゴンが出来上がる。相手は緑。さあ、僕は崩れますが、相手はどうでしょうか。相手も崩れてるね。結構崩れてるけど、お互いラッキーは起きない形です。さあ、まだまだ勝負は分からない。青のピラミッド右側に作るのが早そうなので、右側にピラミッド狙っていきたいところ。しかし、相手は早いね。逆ピラミッド。こちらはなんとかギリギリ追いついてます。なんとかギリギリ追いついてるけど、いつ差をつけられてもおかしくない。さあ、相手は赤ダブルを置いていて、こちら緑が多いんですが、どうだ？紫、青、赤はいけるけど、黄色か。黄色が多い。さあ、技はできなかった。技はできないが、黄色がたくさん来てるので、まだワンチャンスはあるぞ。ストレートね。ストレートで崩れてほしい。崩れるかな？これ。あまり崩れなさそう。やっぱりね。そうだろうね。しんどいね。さあ、これは一旦、崩すしかない。崩すしかないが、どこまで崩れる？ヘキサゴン耐えられるか？耐えそうですね。右側の赤が消えて、なんとか耐えてる。なんとか耐えてるけど、これ本当にもうね、いつ負けてもおかしくない。いつ負けてもおかしい。一旦崩すしかないな、これは。一旦崩して、一旦崩して、一旦崩すけど、これ、赤のストレートが間に合うんですね。ナイスストレート、ギリギリすぎるよ。さあ、こちらはラッキーは起きないが、もうね、崩れれば大丈夫でしょう。なんとかなるでしょう。相手のボール黄色が多そうだったね。黄色狙おうかな。
金色狙っていきましょうかね。紫です、狙ってんの紫。相手紫多い、紫多い、紫多いけど多分僕のボール結構遅れてるんで黄色の方がいいと思う。崩します、これ崩すしかない、崩すしかない。どうだ、崩れるか、いけるか、崩れてくれ。ダメだ、リベンジマッチやっていきましょう。緑を狙いながら赤も狙う感じかな、これは。さあ緑の方が早かったな。相手緑狙いしてるのでそれは上手、お上手で、さあこちらもヘキサゴン完成。ネクストさせたらねヘキサゴン間に合ったんですが、残念ながら速度で負けていた。さあ赤が来ているが、赤が良さそうだね。赤ヘキサゴン完成、相手もピラミッドが間に合っていきます。さあボール崩れて消えるね、あ結構消えちゃうな、これね。消えているとその間動けないのでちょっと不利な状況に今なっています。さて青のピラミッドを狙いながら黄色もピラミッド狙って、これ崩れます、結構崩れる。しかし相手のラッキーストレート、そこかな、ラッキーはないので大丈夫そう、大丈夫そう。ただ赤ね、相手赤が決まるとラッキーが来そうなので、それが来る前に技を決めたい。緑のヘキサゴン、ナイス、緑のヘキサゴン、これは崩れてくれるんじゃないかな。相手はラッキーないね、大丈夫、まだ大丈夫です。さあボールが崩れて、まだギリギリ耐えてる、でもギリギリだな、これギリギリなんで、しっかりと次の技を決めていきたい。紫です、紫、うわー、これは崩すしかない、崩すしかない。弾が足りない、弾が足りない。泣きの1回いきます、泣きの1回いきます。さあ紫のヘキサゴン狙いながらヘキサゴン完成。相手は黄色引けてないので大丈夫そう。 OK 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 OK、 黄色ダブルが来るみたいですね。次黄色ダブル来るっぽいので狙っていきましょう。黄色のヘキサゴン狙います。あ青はちょっと待って、ミスっちゃった、あまたミスっちゃった、やばい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 。黄色しっかり決めて、相手緑のヘキサゴンはあと1個ね、あと1個間に合っていくね、うまいね。まあ一旦待ちかな、一旦待って、相手だいぶ積み上がってるよ、相手だいぶ積み上がっているので、いやー崩れる時間がもったいない、崩れる時間がもったいない。さあストレートでも勝てる、ストレートでも勝てる。どうだ、これ押し切ったか、いけるか、耐えそう、耐えてるね、耐えているが青はあまり崩れないのであまり作りたくないけど、行くしかない、これは行くしかない。さああまり崩れない青が意外と崩れてびっくりしているミケのエンタです。さあここから紫ピラミッドを決めれば、これはさすがにとどめの一撃になったのではないでしょうか。どうかな、 OK。はい、それではやっていきます。僕は左側で、これなかなかいいんじゃない、黄色か、あ、黄色だね。これネクスト見て、黄色のピラミッド完成。相手は緑のヘキサゴンできてるってことは僕にもできる、もしかして。できません。さあ、相手は紫消えているので、ちょっと僕の方が早く動けるかな。赤のヘキサゴンと紫のピラミッドを狙っていきましょう。相手も赤ヘキサゴンが完成。まあ、だいぶいい勝負ができてるのではないでしょうか。いや、こっちの方がちょっと崩れてないね。なんでだろう、なぜかわからないけど、こちらの方がボールが崩れていない。さあ、これは、緑のストレートにワンチャンスをかけます。緑ストレート、相手は紫のヘキサゴンが間に合うか？しかし、こちらが、ストレート！うわ！二段ストレート！これ軽く2倍になってもいいんじゃない？うわー、すごい！ストレートヘキサゴン！これは文句なしの、とどめが決まるのではないでしょうか？オッケー、さあやっていきましょう。僕は左側、黄色と緑のダブル狙いができそうですね、これは。相手は黄色狙いなんで、まあ、有利か。こっちの方が若干有利かもしれない。さあ、相手でもいいとこボール落ちたな。ピラミッドラッキーが起きそうですね、赤で。ただ、ここで赤がボール多いということは、相手もおそらく赤で技を積んでいるので、ダブル打ち？そこからダブル打ちは強いね。さあこちらは紫が消えるのでちょっと不利な状況、不利な状況ではありますが、ストレートで圧をかけていく、ストレートの圧、これいいんじゃない、だいぶ圧をかけられていると思う。さあここから青かな、青でもこれ時間かかりそう、これ時間かかるな、時間かかります、ボールたくさん積まなきゃいけないんで。
さあ相手はギリギリでボールを置いて、辛い、青が来ない、なかなか青が遅すぎた、青が遅かったね今の。さあボール崩れて一気に消えていく、相手もだいぶ崩れちゃったな。まあこれは仕方ない、ボール運がなかった。さあピラミッド狙うがどうかな、緑ピラミッドいけるかな、緑ピラミッドで圧をかけていく、相手は赤ピラミッドで守りに入っていく。まあこちらがどちらかというとね、今のところ攻めているので、このままガンガン攻めていきましょう。ボールでどんどん圧をかけていく、圧力釜のように。さあここは圧がかけられない、間に合った、よし、なんとかギリギリ間に合って、これはちょっとね守りですね、守っていきましょう。ディフェンス。さあディフェンスしながら圧をかけたいので、ピラミッド狙いでいきます。ピラミッドができるかな、どうだろう、はい、できました。なんとかピラミッド完成。相手は黄色でピラミッドですが、さらに圧をかけていく。オッケー、ということで今日の動画はここまでにしたいと思います。面白いと思った方はぜひ高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。